園田競馬レース展望、今日の解説は日刊スポーツの松本武史さんです。松本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。園田競馬のナイター競馬も先週金曜日で、はい、今年のナイター競馬は全て終わったと、はい、いうことなんですが、ちょうどその日に重賞レースが行われましたですね、はい、でその重賞レースが栄進バラー、はい、これが、本命に押されてたんですが、はい、新しき車はもう一頭ナチュラリーという馬を、はい、出させました、はい、でこの馬が笹崎氏が騎乗して逃げ切って勝ったんですよね。そうですね、こうずっと持ったままでなかなかいい手応えで、後ろでバラだとかね、あの旗の奇跡が苦しむ中よく逃げ切りましたよね。で3連単で11万という大きな配当になったんですよね。ナイター競馬が終わりますと、ああもういよいよ秋も深まってきたなという感じがしますね、はいはい、明日から園田競馬火曜水曜木曜の日程で前半戦のレースが行われます、はい、で今日はですね、明日初日のレースのメインと準メイン、この2つのレースを松本さんに解説していただきます。で明日はレースが全部で11レースを行われますので、メインの10レース近江牛特別、これ3歳以上 B1 クラスのメンバー、頭数は12頭、フルゲートで1400メートルの距離を争います。で争うメンバーはご覧のメンバーです。この12頭なんですが、もう早速印を見ていただきます。こういう印です。3番のフォローガーネット、これを本命にされました、はい、いかがですか。そうですね、この馬は今回転、昇級初戦になるんですけれども、ね、まあ、今年に入って全て5戦とも、まあ、馬券に絡んでまして、まあ、なかなか末足安定してますよね。で今回も川原騎手が騎乗ということで、まあ、前走もすごくいい折り合いをつけて最後直線伸びましたので、今回もその再現を期待しております。川原騎手がね、一時ちょっとこう、はい、勝ち星から見放されてるみたいなところがあったんですけども、そうですね、もう再び元気な川原騎手に戻ってきました、ね、そうですね、先週もリプレイスという馬がね8連勝決めましたけども、はいはい、今回もそのね、川原騎手に期待したいと思います。そうですね、はい、相手には4番の金戸島アリアントをされております。はい、まあ、こちらも前走が、だいたいちょっとね、あの休み明けだって逃げてどうかなと思ったんですけど、直線よく粘りましたよね、はい、で今回その、まあ、休み明け使ったという上積みも期待して、まあ、どこまで粘れるかということで今回2番手評価にしました。まあ、4ヶ月ぶりの前回がなかなかしぶとい競馬をしましたもんね。はい、はい、そうですね、あのひとたたきで、はい、こう休み明け2戦目、はい、さらに上を狙うと。そうですね、こういうことでしょうね、はい、で3番手評価として9号馬ペプチドムーンを挙げておられます。はい、まあ、こちらも末足はしっかりしておりますよね、まあ、前走マジックカーペットの4着ということで、なかなかいいところを見せてくれました。で今回外枠入ったのもプラスだと思います。はい、まあ、こうとにかくどんな相手と対しても大きく崩れないというのがこの馬の魅力ではないでしょうかね。そうですね、はいはい、これが3番手評価、いわゆる黒三角で、その他では2号馬のメイクミハッピー、これを押されております、はい、これはいかがなんですか。まあ、今回も引き続き田中学ジョッキーということでね、はい、あの、まあ、どこまでしまい最後追い込んでくるかいうとこですね。ちょっと内枠がどうかなと思ったんですけどね、はいはい、まあ、あの B2 クラスからワンランク上上がってきたわけです、はい、この昇級戦をどう戦うか。そうですね、これも一つの見どころではありますよね、はい、まあ、前回のレース内容も非常に良かったですしね、はい、であと1号馬と11号馬この2頭についてちょっと簡単に言っていただけますか。そうですね、東進武蔵も休み明け使ってだいぶ上向いてると思います、はい、でピカロもね先行して粘る足はあるとあるんで、まあ、カモミヤ騎手と期待したいですね、はい、まあ、中央から来て園田3戦目になるんですかね、はい、まあ、大きく崩れてはいない、はい、なんとかこの馬が連に絡むと面白いなと思うんですけども ね、はい、それではフォーカスを見ていただきます。これ三連複の、はい、
組み合わせとして3番、はい、4番これはあくまでも軸にして9番、2番、1番、11番というこの組み合わせの4点買いと、はい、そうですね、こういうことで、はい、比較的そんなには荒れないであろうと。まあそうですね、はい、この上位2頭はしっかり走ってくれるのではないかと思っています。なるほど、はい、松本武さんの解説ではこういう4点の組み合わせ3連複の勝負、これがメインの10レースです。で一つ前の9レース、これはワンランク下の B2 1組の特別レースなんですが、ご覧いただいておりますこの10頭が1400メートルを争います。印を見ていただきます。6番のスリングショット、これを本命にされました。はい、まあなかなかちょっとね歯がゆい競馬が続いてますけれども ね2着が多いのでね、ね、2着が4回続いてますもんね。そうですね、ただ今回はまああの先日ゴールドカップ勝ちました笹田騎手とコンビということで逃げ切ってくれるのではないかと期待してます。はい、この笹田騎手が今元気なんですね。そうですね、逃げてもなかなかしぶとく粘らせる、はい、そして追い込んできてもね、はい、なかなか迫力ありますもんね。そうですね、力強いですね。はい、相手に4番のキールを押されました。はい、まあ、こちらは3歳牝馬で、まあ、この夏越してすごく成長が見られる一頭ですよね。はい、まあ、前走もあの直線叩き合いだったんですけれどもひるまずにしっかり勝ちました。まあ、今回1キロ増なんでそこをこなせばと思っています。はい、この鴨宮騎手もね、はい、なかなかその今のところ元気なんですよね。そうですね、旬ですね。いやもう本当年齢から言ってもこれから伸びていく、はい、可能性を秘めた、はい、そしてそれが今本当にあのなんかレースを見てて心地よいレースをしますもんね。そうですね、はい、という鴨宮騎手が騎乗する4番キールが対抗、3番手評価が2番のエイシンツリーなんですが、はい、ここちょっと2走がねあの1番人気裏切ってしまってるんですけれども、はい、まあちょっと馬場が悪かったかなというのがあるので明日はまあおそらく両馬場だと思うので、はいはい、ここで巻き返しがあるかもしれないですね。はいはい、長島騎手が絶好調ですね。長島さんもそうですね、はい、追い込んでくる時のね、はい、あの姿勢もね、はい、なんかこうあの南関東で言えば大井競馬のあの的場さんをね、はい、こうね連想させるような、そうですね、追い込みを見せますおります。はい、この長島太郎騎手が栄進釣りをどうリードするか、はい、ということですね。まあ、その他では7号馬の1のフリオーソ、はい、あるいは5番の F4F、はい、これはどうなんですか。まあ、1のフリオーソはですね前走ちょっとあの栄進釣りとは差が空いたんですけれども、まあ、なかなか先行してしぶとい足を使えるので、まあ、4番手評価としました。はい、でまあ、F4F もまあ力はここでも通用すると思うんですけれども、はい、ちょっと今回まあ1キロ増で、まあ、相手もなかなか1組だとちょっと揃ってますんでね、はい、まあ、なんとか連争いに絡めばというところではないでしょうか。それではフォーカスを見ていただきましょうか。こちらは3連単の勝負と、はい、6番4番、はい、一応これらを軸にした組み合わせの18通り、はい、これ3連単となりましたらこれはちょっと厄介なレースになりそうですね。まあそうですね、まあ、この10頭立てなんでねちょっと大きいところ狙うなら3連単がいいかなと思いまして。なるほど、はいはい、という、まあ、明日のメインの10レースと準メインの9レース、この2つのレースを松本さんに、今解説していただいたわけなんですが、相対的に見てどうですか。明日初日の園田競馬、はい、荒れそうですか、それとも。そうですね、まあ、なかなか本命どころ、あの人気のありそうなところは結構固いのではないかと私は思っています。あ、そうですか、はいはい、明日は11レースということでレースが行われます。明日から園田競馬11月シリーズの開催、どうぞお楽しみに。松本さんでした。ありがとうございました。